国際勝共連合って何ですか？統一教官です。戦後かな？内閣調査室が死んだねえ、日本支部です。その資金で民党と一緒にできたディープステートです。勝共連合を呼び上げな勝共連合とは、単に共産主義連合のことです。中国や北朝鮮の軍事的興味があります。日本、韓国、米国が結束し、現実的興味に備える戦略が求められます。文化の型を目指すのが共産主義思想です。韓国人を超えられない貫通意識レベルという現実に直面したとき、貫通意識の文化を絡んでいる文化型に闘争の焦点を置く考え方が動き出したのです。彼らの武器は、新しい概念であり、戦の欲望の観光です。目的は国家の死滅です。何団体がこの国を揺るがしているのです。あれ？なぜ、憲法を押し付けたという米国と連携するの？なぜ貫通意識が必要なの？なぜ一国は暗黒人で、世界が平和になるの？勝共連合とは、自主憲法選定運動です。可能な人権主義、歴史と連邦を否定した、偏った国民主権が謳われています。他国方向には、宿老に権利が避けられ、義務や道徳感が難しもにされ、人権天国となっています。権利には義務と責任が伴うことを明示すべきです。無免権としての軍事力の保護を明記し、その間の公選権を認め、同時に国民の国防義務を明らかにすべきです。なぜ人権を否定するの？なぜその絡みが軍事力なの？他国って、そういうものかな？中国、ロシア、北朝鮮などの軍事的脅威に対し、日本、韓国、米国で連携して、安全を保障するための集団的無免権を確立して、つまり、同志法を選定します。あれ？なぜ、憲法を押し付けたという米国と安全保障で連携なの？なぜ、米国を守るための集団的無免権なの？なぜ、不完の思考で日本国民を拘束するの？共産主義者は国家を解体し、共産主義の進歩を巧みに進めています。中止権も保持し、子供の権利も保持し、年賀主義も保持し、交流権にすべきです。日教祖が骨抜きにする国のもとである教育の反戦も実現すべきです。家庭も安置、地域も安置、国も安置、世界も安置に子供を育てます。以上、早口ですみませんでした。統一教官の文献面には、足利の持つ、日本人を根絶やしに見せよ、と言ったものですが、タブーにした結果が今なのです。統一教官の機関誌、世界史報、昭和51年11月号の一文を読むと、日本は生活水準を3分の1に減らし、税金を4倍、5倍にしてでも、軍事力を増強していかなければなりません。それに、日本を守るということだけでなくて、韓国をも守らなければなりません。と書いてあり、国会でも取り上げられました。そして今、統一教官の言う通りに政治が行われているのが、この日本です。